おはようございます。どうも、おめでとうございます。2023年8月の振り返り動画よ。はい、というわけで8月はね、忙しかったですね。そういうことで、そのことがあった話として動画を振り返っていきましょうか。今日はこちら、すごいよこれ。ここはゾウシュガー、ゾウカフェインを飲みます。これね、カロリーゼロ、糖質ゼロ、カフェインゼロで、まずウォルトクのコーラなんですよね。普通のコーラって高いんだけど、コンビニで買って170円くらいだったかな、なんだけど、カフェイン夜取ると寝れないんでね、基本朝とかに飲んだけど、モンスターとかも。これは夜でも飲みますね。カフェイン入ってても、入ってないんで。いただきます。おい。いただきます。うん、コーラだね、やっぱ普通の。スタジオ水かな、スキュー水かな。ここがゾウカフェインおすすめです。はい最近タングカーメンだよな、なんか感じではないと思うんだけど、見ていこう。8月1日リーガーのジャニースターオブさんを走ってぶつかる実況プレイバート42。そう、アスモデウスと対戦なんですよ。アスモデウスがアスモつくなと思ってたんだけど、普通に続きましたね。もう続きつくんじゃと思ってました。おめでとうございました。思いました。で、アスモデウスってさ、前回、バート41で思ったんだけど、凶暴な、いまいましい見た目してたかと思った。なんか、ドラゴンみたいなさ、と思ったら人間だったんだよね。人間型みたいな、人型だったんで、スナズマの後々明らかになんだけど、アスモデウス、思ったほど強くなかったな。アスモデウスな、びっくりした。羊みたいなツンと生えてるしね。で、次、ディズニーに詳しくないけど、ガーキン派、好きなディズニーのガーキンが実況では15ということで、6回目の収録はここまでですね。ターザン編。ターザン編長かったね。長かったですね、ターザン編。ターザン編最後ということで。6回目やっぱり迫田さんの声が小さかったですね。迫田さんもともと声が小さいんですよ。なんで、よく、こう大きく喋ってとは言ってんだけど、動画の時に。だけど、今回は、久しぶりに集まってやったんで、収録を。いつもリモートでやってるんですけど、佐藤さんとは、キングダムハーツは。久しぶりに俺の家に来て、動画撮ったんで、佐藤さんちょっと声が小さめですね。で、マイクは、佐藤さんが横に座ってて、俺が座ってて、その間に置いといたんだけど、それでも、それはあんま佐藤さんが、の声を拾ってくれなくて、マイクが。気づかれてしまいました。申し訳ないです。また対面で集まってることだった佐藤さんには、元大声で喋ってと言おうと思います。次、衝突事故で爆散する熊。そうなんやろ。確保で地球で14。そうなんですよ。6枚行くぜ。コーナーでお休みしてんだけど、久しぶりにやったのか。爆散してってね、衝突して瞬間に、爆散したからね、びっくりしちゃった。結構このシーンは、ロックマイクでも名シーンって言われてるらしいですね。名シーンって迷うよ、このシーンね。名シーン。結構面白かった。そうはないやと思ったけど、なってるやないかいって感じだけど。で、次。厚森267。そう。ナナイさんに埴輪をあげたんですよ。ナナイさんのお家に、お家に、お風呂屋さんのお家に、お餅はやっぱ必要かなと思って、埴輪をあげました。嫌だって言うから、嫌だったのかと思ったら、嬉しいの嫌だったんだね。嫌だ、これ埴輪じゃないみたいな。日本語って難しいね。日本語難しい。はい、次。ウランライブのスキンを初めて見ました。ダンボール、ザ・ベーカーズ。
そう、ドラゴンズ・バブはね、今のシーズン3のドラゴンズ・ザ・ベッカーズ、シーズン3のドラゴンティアは50報酬なんだよね、確か、ドラゴンズ・バブが。あの、結構レアなんですよ。持ってる人あんまりないなかったんで、初めて見たんでね、ちょっと、うわぁ、羨ましいと思ったけど、あの、ドラゴンズ・バブはめちゃくちゃやってて思ったんだけど、空飛ぶんだよね。浮いてるんで、空飛べるんで、結構なかなか強キャラだと思います、ドラゴンズ・バブは。シーズン1のドゴンティア報酬が農家のおじさんで、シーズン2が国王で、シーズン3がウナイババですね。ウナイババか、白いとついてきたなと思ったけど。で、次、2023年7月の振り返り動画は、まあでも、そう、コーナーで応用してた時の話とかしますね、これは。また20分くらいに収めようと思ったら34分喋ってるからね。もう7月1回でも。今回は7月1回で20分くらいに収めたい。次。あつもりにやかち8。ミカッチが泣いてんすよ。ジャック、ジャックミカッチ泣かしちゃってさ。俺、ジャック許さねえと思ったもん。俺の女の子を流せるなんて、ジャック一番やらそうなことなのにね。ミカッチがお家帰りたいって、かわいそう。ミカッチの彼氏としては、ちょっと許せないですね。ジャックさん。ジャックさん。ミカッチ。ミカッチ涙に止まないよ。で、コーデリアでラゴンとミマグナッツが給料機設置が終わっていました。そう、コーデリアが多いんだよね、最近のモズベカズ。やってる人が本当もう上手い人しかいなくて、薬デレベク以上の。ねえ。で、レーダーも最初にベジータ見て、でも最近なんかラゴンとミマグナッツってアップデートで、調子入ったんだよね。レーダーが強くなるっていう。スワビッチが強くなったりとか。ベジータは強化されなかったらしい。フリーザ、ブー、セル、ギネ特戦隊が強化されたらしいんだけど、ベジータは強化されなかったらしいです。使ってて全然いないのにな、まあ、それも、後々動画撮りたいですね。アップデートしかも撮ってないんでね。で、リアンジャーにスターシャマンを走ってるやつは実況アップで、パート43。そう、女ばっかり試してきてるんですよ。ファーゲットの人たちが、人たちというか、ファーゲットの、ディボース軍の人たちが、女ばっかり連れてきて、ミリー、ペイシー、フィア様、かわいそう。かわいそう、かわいそう。ファーゲットなぁ、小さい惑星だったね。普通に、兵士とか敵出てくるのと思ったら出てこないしさ。ファーゲットなぁ。名前好き。ファーゲットだもんね。ファーゲット。名前好きだわ。で、デジニーに悔しくないからが、キンハーズキのデジニーのスライナーが、キングダムジックビデオ持続。5つ目の持続。ヘラクレス戦ですね。ヘラクレス全く知らなかった。存在さえ知らなかった、ヘラクレス。ヘラクレスって何と思った、あの、ポケモンの、あの、カブトムシの、ポケモンかと思ったもん。ヘラクレス、全く詳しくない。そのディズニー映画あったんだってくらい詳しくない。ヘラクレスには。キングダムハーツなぁ、俺の知った作品があんまないんだよね。アイス、新作品のアイスも全然知らないし、うん。ターザンも知らなかったし、ライオンキングって思ってたもん、ターザン初見の時。うん。ヘラクレス全然知らなかった、本当に。申し訳ないけど。で、何だっけ。ワンダーハンターの主人公の人出てるんでね。名前なんだっけ、ファイナルタジのクエスチョンで、なんだっけ、すなげ、セフィオスじゃなくて、セフィオスって聞いたな。名前なんだっけ、なんだっけ、名前。なんだっけ、名前。ちょっと待って、調べよう。ハイエンタジーの主人公の名前が思い出せない。ジノニクスじゃなくてなんだっけ。
あ、そう、クラウドだ。クラウドさん。クラウドさんです。クラウドさん。クラウドさんが出てきたんですよ。キングダムハーツに、ファイナルファンタジーが入場してみたいな感じなのかな。クラウドさんがなんか出てきたんで、クラウドさん話してたんだけど、ファイナルファンタジーも、もう、素足が詳しくなくて、どっちかというとドラゴンクエストだったんで、ファイナルファンタジーちゃんと詳しくない。最近ファイナルファンタジー16があったんだよね。それも友達みんなやってて、迫田さんもやってたって言ってたな。で、泣いたって言ってたな。で、すごいなんか、面白いらしいんだけど、ファイナルファンタジー。もうやったくないんだよな、ファイナルファンタジー。スターオーシャンとドラクエとかはあるけど、ファイナルファンタジー本当にない。いつかやってみたいっすね、ファイナルファンタジー。何がおすすめなファイナルファンタジー集めてやる人は。やっぱ、1? 1って相当昔だよね。ファミコンとかだよね。16、すごいなんか人気だけど。16回やってもいいのかな。そのプレステ5持ってないからできないけど。ああ。クラウドさん。ティーナって人もいるんだよね。エルフィアの主人公で。一時期話題になったティーナさん。ティーナさんは主人公ではないんだよね、多分。違う、主人公なのかな、わかんない。シーズンって違うの主人公。ずっとクラウドさんじゃないんだ、主人公。次。ロゼちゃん。あんなやつなんかそんな声出さないでよ。あ、クマユズジキョープレイバート15ですね。ロードちゃんが女の子の札所ですね。キャッ、アンツっていうな。健全なゲーム実況動画だから、俺のゲーム実況。子供見てるから見えないから。ロードちゃん可愛いんだもん。ちゃんとロードちゃん見るの、最近初めてだよね。ロードちゃん可愛い。俺なぁ、リュウセンドックマンの話してほしいんだけど、リュウセンドックマンのハープノート、ミスワちゃんがすごい好きで、ガチ恋してるんで、ミスワちゃん可愛いよなぁ。ハープノート可愛いよなぁと思ったんだけど、ロウちゃんの女可愛いですね。メイちゃんも可愛いし、ロウちゃん、回復してくるのが嬉しいよね。チップで、攻撃した後、ドックマンを回復してくるのが嬉しい。いやー、ロードちゃん。いや、ユースンドックもやりたくなってきたな、なんか、ドクマイズやってたら。普通にやりたい。ユースンドックも高いんでしょ、なんか。3とか普通に、中古でも5、6000円するんでしょ、なんか。高いんだってね、今。ユースンドックマンも、職場にしてくんないかな。でも、めちゃくちゃいいな、DS だったからさ。2画面じゃないとどうしても難しいよね。リスノックマンの移植は。うん。で、ポケモンメディアツ2023ハチューたちを見た俺の反応。ということで、ポケモンメディアツ見られてたんだけど、俺、ポケモンスカイトワイルドエアアップだからさ、プレイしたことないからさ、まだ、ブリリアントダイヤモンドの生放送が終わってないんで、結局、8月も生放送できなかったんだけど、やりたいね、そうそう、ブリリアントダイヤモンド。まさかあると思うんだよ。もう、DR がもうゲットしたし、次8個目バッチなんでね。そこをクリアして、四天王、チャンピオンロード行って、四天王行って、チャンピオン戦って終わりだと思うんで、なんとか頑張りたいっすね、最後まで。ポケモンベネツは見たけど、スカーレット・バイオレットはダイヤモンドは終わったらやりたいですね。発売日に購入してるんで一応。もう1年前だけど。はい。で、あつ森289。なんか、初耳が面白いのってつくんでね。まず、ミカッチが、俺はゾウリ入ってたんだけど、ゾウリ生えてる人にゾウリをプレゼントして、ロッキーは家に訪ねてきた時に、スーツをくれた。なぜか。スーツさんをくれましたね。ロッキー。
ロッキー着てるのってスーツなの？あ、スーツないか、あれは。いやー、ゾーリも、ゾーリ色違ったからね、正式には。ミガチくれたゾーリは。あ、そのゾーリより、こっちのゾーリの色が似合うよ、みたいな感じでくれたかもしれないですね。ありがとう、ミガチ。次、仮面がグライト、コメント来たで、撮影ライトを購入しました。ということで、100均で500円くらいかな。で、ライトを買いました。リングライト。今はないんだけど、この部屋には。違う部屋なんだけど、リングライト買ったんだけどさ、結局変わった？何回か使ってんだけどさ、その後。どう、バッターがいいのかな？今使ってるんだけどさ、今は。明るい方がいいのかな？編集で把握してもいいけど、めんどくさいじゃん。あとリングライトポンって置いて、立った方がいいかなと思ったけど、今、机で立ってんのさ、ここ。リングライト置き場所ないんだよ、ここ。机が狭すぎて。だから、机では置けないですね。で、次。今、俺ら、ここ出たらやばいよな。ガモンドメカーズ80ってことで。洞窟で、ソウルサバイバーとメカタサバイバーと、隠れてた真横を、ウィジ様が通過してきましたね。歩いてきましたね、ウィジ様が。走ってきましたね。走る、ウェイター、あっちっていう場ばかりに、ウィジ様が走ってって、やばいなと思った。本当に、もう帽子だったかなんだけど、このゲーム。今、俺はここからやばいよなっていうのは、このミカツバイバーと、意思の疎通してたと思う。はい。で、次、ぼっちだくにはまったから、坂上実況室の Vlog とで、そう、結束バンドの CD を買ったっていう Vlog ですね。これでも、撮影したの、5ヶ月くらい前じゃないかな。ため撮りしてるんで、実写動画も。あのね、ちょっと、昔に、まあ、3、4ヶ月前に撮った動画なんでやっちゃうんですけど、結束バンドいい服多いよね。陰キャだからさ、でも。歌詞に共感できるし、それにカラオケで歌ってても楽しいし、この前、友人のシグマくんとマースくんとカラオケ行ったんですよ。月9番の曲ばっか歌ってたまたかよって呆れられちゃったんで、ちょっと、月9番の歌いすぎないように気をつけましょう。私は。最近月5番の中だと、控えの中で曲が熱いよ、の中で。新曲だね。2月くらいまで出たばかりなんだけど、月5番の新曲で、控えの中で曲がすごいいい曲です。マース君はすごい歌手だなって言ってたけど。もっちちゃんも、可愛いし。で、集まる動物の290ですね。手に来たよ、チョイちゃんの別れ会が。チョイちゃんの別れ会ですよ、皆さん。パート1に一緒に移住してきてチョイちゃんが、出馬されてることで、相当悩んだんだよ、送り出すかどうか。でも、まあ、転換期ですかね。パート290もこうやって300目前なんで、ここまでガーッと変えるのもあるかなと思って、チョイちゃんを送り出すことしました。寂しいね、やっぱ。今でもちょっと後悔してるもん。チョイちゃんが送り出したことは。いやー、チョイちゃんいいキャラだったなぁ。うち系、姉貴系やってんの？姉貴系。ゲーム近かったしな、お姉ちゃんから。チョイちゃんいいやつって、ほんとに。チョイちゃん、どっかの村行ったかな、視聴者の村に行ってればいいな。チョイちゃんが村に来たということは、体を使ってください。いい子なんで、チョイちゃんは。ほんといい子なんで、やばい、泣きそう。ダメだ、泣けない。次。サマーカンニバイベント開始。やっぱりマネジメントと同じリレーション。ということで、サマカンニですね。サマカンニウイエイなんですよ。サマーカンニバイベントになりました。もう、この動画があった頃は終わってんのかな？終わってないかもだ。まだやってんのか。サマーカーニバル。
サマーカーニー、サマーカーニーはやっぱウーマのボイボイカプス、ボイボイなんだっけ、ウーマのリクエストか、ウーマのリクエストとかスターフェスティバルと同じギリシャンで、相手のボックスを開けるとなんかイベント限定のなんかポイントがもらえるみたいな仕組みで、あんま変わんないですね、やっぱり今のイベントとほぼ同じイベントでした。次ではジャニースター様発売チャージキョプレバト44ってことで、6月の53分と長くなっちゃいました。惜しくないです。で、ラストダンジョンリボースタワーですね。リボースタワーはさ、めっちゃ30回くらいもあるのかと思ったけど、10回前でしたね。本当は長くなったけど、でも、言い組んでたから、方向地のニュースきつかった。でリボースタワーなんか、宝箱が一つの部屋に一個あって、あるくらいなんだけど、部屋持ってましたよね。賃貸として貸せばいいのに、ファーゲットの住民にね、ファーゲット住民困窮してるから生活。リボースさん下手だな。で、次、スター実況、ディズニークラシックの方が、金曜日時にはそれが実況で17ってことで、ヤクス戦の後編ですね。ヤクスさんイケメンだね、アニメで見たけど。ヤクスさんと謎の妖精みたいなおっちゃん。そう、タワースターに挟まってるんですよ。マジで方向地で、タワースター、タワースターのサコさんもどこに行けるのかかんないって言ってて、それと、タワースターは収まったんだけど、20分くらい。それはほぼカットしますね。タワースターはまた戻ることないと思わんかったな。次。あ、その291。そう、キュウリの馬、ミカッチが欲しいって言ってたんですよ。普通に、タネキショッピング買えばいいのに、と思ったんだけどさ。タネキショッピング買えるのにさ、キュウリの馬、馬ちゃんが持ってるキュウリの馬欲しいって言うかさ、荷物のじゃあはちょっとと思ったけど、キュウリの馬4月んであげました。あげました。80秒くらいであげました。昔はタダであげてもいいけどね。いつでも。キュウリの馬は、ドラッグショップに買えるからね。そんな、リアルな、季節限定だから逃してると買えないか。キュウリの馬。結局、ミカッチにあげた後は買い直したんだけどね。キュウリの馬。キュウリの馬とか、ナスの牛とかって、今住んでるとこであんま見ないなぁ。なんだろう、地方とか行くと、お盆に帰省するとあるじゃないですか。やっぱ都会だと見ないですね、あんまし。うん。どこに住んでるかはまあ言えないんですけど、俺の住んでる範囲ではあんま見ないですね、最近は。次。開始40秒でサイバーマンに救出されました。おまずいから8人に。そう、40秒で支度しないで、ほんとに。40秒で殺されちゃった、サイバーマンに。何もしてないのに、サイバーマンが来て、はいついて爆発してましたね。ヤミちゃんになっちゃった。サイバーマン。サイバーマン結構、すばしっこいからね。マジで焦ったわ。動揺してもちょっと、マジかよってなったもん。で、次。巷でやばいとはそのカフェインでの缶コーヒー。ボツカフェイン、キャメルカフェ。そう。ブーム過ぎたと思うんですよ、正直。でも3、4月ぐらい前かな、これも。に、話題になりましたよね、ツイッターで。やばいコーヒーが出たぞ、みたいな。カフェイン 200mg の、やばいコーヒーが出たぞ、みたいな。カフェイン中毒に次ぐ、みたいな。そんな、ツイート見たけど、普通に、うまかった。甘党だからさ、キャラメルとか好きだからさ、俺この味何回もしてるけど、スーパーとかのレジ横にある塩キャラメル、よく買うんだけど、あれ美味しいっすよね。塩キャラメル。
夏とかに塩分補給に美味しいし、キャラメルなんで、キャラメルを結構好きですね。で、次、厚め292、金額と千葉が喧嘩しちゃったんだけど、金額からの千葉での詫びの品が面白くて、面白いな、お勉強してってことで、皮肉たっぷりだよね。千葉でお前、これで勉強しろと、今まかりに。皮肉たっぷり面白かった。金額、なかなか家も合うな。皮肉たっぷりだったな。千葉で勉強しようね、これで。飲水タイム入ります。はい、すいません、カメラの不具合で撮影が一回止まってました。強制終了しちゃったんで、カメラが。で、どこまで喋ったっけ。あれか、ちまるのユーマたっぷりの皮肉たっぷりのプレゼントのとこまでか。ほんとよくやったよ、金閣は。ちまるに次、4弱のメタエクセルが強すぎた。だからもうザブカーズ83とで。第一形態のセールでやられたもんな。メタエクのセールに。強かったね、メタエクセル。初めて見たもん。100のセールなんて。多分。もうセールしかやり込んでないってことでしょ、多分。相当ガチでしょ。リーダーしかやんねえみたいな人なのかな。次、リオンジャニスタウシャンはファーティブ正直キュッペバット45最終回って、次最終回です。何回やった ?8 回作りやったかな ?8 回作りやった。スタウシャンはファーティブ正直キュッペバット45最終回ってことで、結構プライベダクションとか見た方なのかな、なんで、多分見た方だと思うんで、エンディングが、なんだろ、なんだろ、ハッピーエンドで終わったのかな。プライベートアクションのやった回数とかによってエンディング変わるらしいんですよ。なんで俺がやったのはハッピーエンドだと思うんで、良かったですね。他のエンディングもちょっと見てみたい気もするけど、まあ、シュースと戦ったり、イエさんとネキさんが結ばれたりとか、まあ良かったですね。泣いたもんね。ペイシーが可愛いせいで泣いちゃったもんね。おい、上手く泣くよな、おい、ゲーム実況で。頻繁にやった気がする、最終回で。塔と忠実とかさ、俺は夏とかさ、頻繁に泣いてるからさ、最終回で。よく泣くゲーム実況者と思われちゃうな。涙もないんだよ、ほんとに言うね。うん。まあ、別に、ね、2期でも見ても泣いた、泣いてたしさ、この前。まあ、涙もないんでね、しょうがないっす。スターオーシャンはファーストパッチいいゲームだったね。この前、ニンテンドーダイレクトでスターオーシャンセカンドストーリーのリメイクも発表されたし、いつかスターオーシャンシリーズをどんどんやっていきたいですね。しばらくしてから、また、座りたいと思います。次、今11周年。本日は11周年を迎えました。迎えたワーコンゲーム実況者か。タイトル間違えた。で、ゲーム実況を始めて11周年が経ちました。8月で。11年ってすごいよな。まあ、俺は言ったことは全て、この動画に言ってあるんで、11周年記念動画に、そっちの方を見てください。これ簡単に、いつも11年も、つけてくれたのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。とだけ言っておきます。次、ディズニーに詳しくながらが、キンハー実況プレイバート28ということで、リクがマレーセントにマインドコントロールされてますね。かわいそうに。リクも多分、怪異探してんだよね。怪異を探すために、利用し合ってんのかな、わかんないな、そこら辺はまだ。まあ、どうなるか、見てみますか、これから。リク、何の音？何の音？リクなぁ。リクと戦いたくないなぁ。次。いかにも宿根屋の人って感じの名前してるな。これで16ってことで。マサ。そう。この6月なんだけど、この週の前の週は特攻集めてたんですよね。金原だけの特攻やってたんだけど、本当に知らないです。それさっき冒頭でも言ったんだけど、あまりにも忙しくて、あんま忙しいアピールしたくないんですよ。でも、社会人なんで、それにゲーム実況1本で食べてるわけじゃないんで、それ仕事が忙しくて、7月にコーナーになっちゃって、
長い仕事住んじゃったんで、それでお盆も仕事だったんで、お盆関係なしに。なんで、ちょっと、もう時期ないし、忙しくてもとね、8月は。なんで、ドッグメグで今日は1週間空いてしまいましたね。うん。かわじて、毎日投稿続いてるんで、よかった。ユーハーツと、ドッグメグで投稿してんで、水曜日は。キングダムハーツは取り溜めしてんでね。まあ、よかったです。そこで来て。毎日投稿続けてよかった。次、あ、この辺で新人気を取ってんな。次、あつま293。そう、パンダさんがキャンプに来たんですよ。パンダさんね、懐かしいね。あつまり、始める前の、キャップ森なんていうの、ポケットキャンプ、動物の森。ポケモリかで、相性診断があって、それで、リリース前にね、なんか、リリース直前、記念、相性診断みたいな。それの動画撮った時に、パンダさんができたんですよ。あなたの相性ぴったりの動物はパンダさんですって。で、それでパンダさんを知って、すいません、くしゃみみたいなカットしました。パンダさん、なんか、パンクだね、いかにも。服装も、見た目も。メタルだね、パンダさん。パンダさん、キャンプに来てたから、勧誘したんだけど、2回。2回と断られたんだね。今回は縁がなかったということで、見送りですね。でも、パンダさんがキャップ盛りで相性良かったから、しつこく勧誘していれば、いくつ来たのかな。ちょっと、めったにないことしたかもしれないですね、それは。パンダさんには。次。先日食べさせてもらって、復活した瞬間に、どこもずるかず、84とね。そう、断ち切ってくれたんですよ、味方が。断ち切ってくれて、やった、復活したぞって瞬間にやられました。1秒もなかったんじゃないかな、その瞬間。普通にレーダーを見てる真ん前で食べさせてくれたからね。ちょっとレーダーが寂してあげたとかだったらいいんだけど、レーダーが見てる時に食べさせてくれたんで、復活死亡みたいな感じでしたね。ちょっと、不運でした。不運が多かったです、今回は。次、厚み294。危険のドッグンロールだっけ、そんな前の曲を卓球を持ってたけど、卓球が披露してきた時に、食べみかこうって言ってんだよね。危険のドッグンロール。だから、それいい曲なんだけど、食べみかこうって言ってたのが気になった。その食べみかこうさんの応援ソングなのかな、聞いてみてみんな。ほんで食べみかこうって3、4回言ってるか、危険のドッグンロールの中で、卓球が。で、ドザクさんは草むし検定、通ってせって、ちいかわってこと？最近のちいかわ暑いよね、なんか。今の、南の島辺だっけ？なんか、いろいろと、面白いな。手に足握る展開ですね、ちいかわ。ちいかわはいいな、置いといて。次。こういう意味でのスバイバルが頼もしい。ダブルザウィーカーズ。85、とって、ね。そう。また占いボールとか、パンちゃんのスキンの人がいましたね。あ、すごい、あの、ナスライブ頼もしい。俺まだ初心者だからさ、670とくらいだけど、全然うまくないんで、どこよりの人に助けてもらってます。ありがとうございます、いつも。ガチ勢の皆さんすごいですね。もっと頑張ろう。ドラゴンズユーカーズも生配信したいね、久しぶりに。で、来た。火曜日。ホラーアタクションのネタな、ビビーによるバイオ2。実況プレイ。プラス17ということで。レオンもお手編を去年やったんで、去年の夏から秋に行くて。で、クリアしたんで、今回からは、クリア裏編をプレイしていきたいと思います。いやー、なんなんでやろうかどうか。でも、気になるじゃん、クリア裏編。レオンもお手編とストーリーが違うみたいなんでね。気になるじゃん、クリア裏編。なんで、クリア裏編を予約しました。本当、新実況何やろうかなって言ったんだけど、結局バイオハザード続きしましたね。新実況とか続きだね、去年までの。去年までのバイオハザード続きの続きを撮りました。んで、また、夏はホラーゲームということで、バイオハザード2をよろしくお願いします。毎週火曜日投稿予定です。で、ディズニー好きの、ディズニークラッシュの言うからは、キンハーツディズニーにおすすめなのが実況プレイ19ということで、5日目収録最後ですね。5日目収録短かったかな。
ヘラクレスをちょっとやって、タワースターもちょっとやってって感じでしたね。あと4パートくらいかな、うん、ちょっと短かったですね。キンハー実況、5日目は。で、ボスが、強かった。特になんかイベントもなかったしな。ボス倒したとも。やったぞ、みたいな。鍵は開けたけど。で、次、ロックマグゼ。マジでエレクトリ、エルパレードみたいなやつじゃん。そう、なんか、ワールド3の、ワールド3のなんか、人、以前もできたんだけど、ワイリーさんのとこで、謎の光ってる人がついに現れましてね、暗闇になった時の帰る姿、本当にエクセクバレードだった。てんてててんてんてて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 てみたいなさ、ね、ビデオにつけるなと思ったもん。エクセクバレード、エレクティックバレードの。はい。で、厚め295。フリエスさんって方が、引っ越ししました。村に、江田島に。なんだけど、フリエスさん、もう、練習して思ったんだけどさ、飛び回り実験を送ったよね、俺の村に多分。怖ーって言ったけど、つもりで。フリエスさん、俺の村に普通にいた気がするんだよね。いたよね。飛び回り実験を神として人々を教えてほしい。でも10年前か、っていうか、覚えてないから俺はもう。無駄に敵すんねえなぁ、コミュニ無駄に。なんちっと。フリーズさん、怖いなと思ったけど、時代切れなと思ったけど、羊系の住民がね、捕まると、フリーズさんが来たんで、羊はモフモフしたいんでね。どういうこと？羊系住民の女の子は考えたいと思います。フリーズさん、よろしくお願いします。8月はこんな感じか、動画は。生配信をしてんだよね。生配信はしてませんね。申し訳ない。いや、ほんと忙しかったんだよ、8月、ほんとに。マジそうやってた。思い出しても関係なく忙しかったからさ。サッカー観戦とか行ってんだけど、サッカー観戦とかは行ってるけど、それ以外ほんとにあんま動画撮る時間がなくて、どこで休みしたりとかしましたね。申し訳ないです。忙しかった。で、8月か。8月は普通に、ほんと忙しくたったくらいなんだけど、あれか、海外サッカー、ヨーロッパサッカーが開幕しましたね。8月から。なんで、寝不足です。とりあえず忙しいのに、さらに寝不足で、ほとんどリアルタイム見てたんだけど、ほんと、仕事かかってきて夜、ご飯食べながら見るとか、なんだけど、ダゾンとかスポティービーなので、ヨーロッパサッカー面白いね、やっぱ。開幕して。俺、マンチェスター・ユナイテッド応援してるんでね。今年こそは、プレミアリーグ優勝してほしいっすね。うん。海外サッカーね。いろいろな、サウジアラビアリーグが今、すごいけど。みんな有名選手サウジアラビア行ったからね。サウジアラビアはね、石油湧いてるからね、オイルマネーで。中国はストムクシャ前に有名選手いっぱい取ってたんだけど、中国それが崩壊しちゃったんで、もう、サウジアラビアは国を挙げて、そう、チームに、有名選手を補強しようとしてるんで、中国バブルみたいな崩壊はないと思います。サウジアラビアは、そういうのでは。スキューバーいてるし。うん。ロナウドも行ったし、ネイマールも行ったしね。ユーミーナとか、カンテとか、ベンゼマ、ヘンダーソン、いっぱい行ったけど。日本にもっと来たしね、有名選手。最近でも、ハンマタ、選手の移籍の様子もありますけど、おまんちさんにあって似たハマった選手が、ウィッシュズ神戸に移籍するんじゃないかと、あっさされたんですけども。もっと、イニエスタも良かったしね。そうそう、フロンターレにゴメス選手が来たんですよ。ゴメス選手、元フランス代表の、それを、そう、フロンターレを応援してんだけど、川崎フロンターレ。元フランス代表の、ゴメス選手が移籍してきまして、フロンターレにまだヨーロッパの選手取んなかったんですよ。リーグ創立27年経って、初めて補強したんで、ヨーロッパから。びっくりしちゃった。何も忘れなかったもん。報道とか。報道何もなかったのに、ゴメス選手、昨日生きてからさ。まあ、応援するよね。ACL も買っちゃったもん。ゴメス選手の。ということで、ゴメス選手の活躍を期待したいですね。まだ、試合に出せないんだけど、これからですね。本人も会見で、
日本の厚い気候になるには時間かかるって言ってたんで、9月、10月、天皇杯1周あるんでね、そこで活躍してほしいですね。トゥニング戦も上位に進出してくれて、ゴミ選手、モンタン選手を、モンタン選手を応援したいと思います。そんな感じかな。何分喋った？もう40分くらい喋ってないな、今日。40分くらい喋ってない、なんか、気のせいかな。だけで、今回はこの辺で終わりましょうか。ご視聴ありがとうございましたければ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちします。そう、Twitter も X に変わったんだよね。それ8月だっけ？びっくりした。急に俺のスマホの Twitter が X になってさ、前も Twitter が X になったからさ、びっくりしちゃった。俺最近、前までは Twitter、Instagram フォローお願いしますだったけど、X、Instagram フォローお願いしますって言ってよ、最近。時代にずって。はい、というわけで、X、Instagram のフォローもお待ちしてます。また、2023年9月もよろしくお願いします。動画時間長くなってしまい申し訳ありません。なので、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。またねー。お疲れ様でした。